アルティス関西鉄道バスチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。そして明けましておめでとうございます。2020年も当チャンネルをよろしくお願いいたします。今回はですね、まとめ動画みたいな感じでがっつりした動画を撮っておりませんが、エンディングだったらね、熊谷14号の出場回数を撮れればよがいいかなと思っております。ちゃんとした動画はね、また後日アップするつもりなので皆さんよろしくお願いします。お正月休みの間にね、いろいろ撮りためておりますので、そちらの方も楽しみにお願いします。久しぶりの鶴岡駅です。ということで行きましょうか。毎度のことながら、熊谷をここで撮るときは、取説とか他の人がね、全然いなくて、めっちゃ不安になります。確かね、205系の転属回数のときもいなかったんで、103ぐらいかな、はい、廃車回数のときぐらいは、何人かいたんですけど、ここ止まってたんでね、一番乗り場はこっち側なんですけど。この駅なぜかね、この駅だけあのホームのあれが、上りと下りのホームのバース線が他と逆になってるんですよね。はい、ということで、今待ってるんですけど、目撃が上がってるので来るのは確実なんですよね。やっぱここは少ないかなっていうか、人いなさすぎて本当怖いんですよね。怖いっていうのは寂しいとかそんな意味じゃなくて、ネタが来るかどうかなんですよね。あっ、釣ってたら多分ね、これもう数少なくなった、2230のな、未更新車じゃないでしょうかね。ちょっと撮ろうかな。もうこの音聞けるのもね、かなり少ないんでね。自体はなんていうか、自分がこう取りに来た時って、鶴岡去年はほとんど取りに行ってないんですよね。もう103も205もいなくなってからで、だから去年1回か2回普通に日常取りに行ったわけなんで、もう自分が行ったその3回ぐらい4回ぐらい前になるとね、103がいたりとか205系がまだちょこっとだけ残ってたりとかしてたんですけど、もう全部今223、225に統一されてしまってるので、本当にすごい、時の流れってすごい早いですね。しかももうそれに慣れちゃってる自分がいるのがすごい、時の流れって早いなと、だん
だんね、やっと5100番台、225、5100とかにもなんかこう愛着を持てるようになってきたのでね、ああ時間経ったんだなっていう感じはしますね、すごい。もうここ通る国鉄型っつったらね、雲屋とね、深夜に降臨ある DD ぐらいなんで、いや非常に寂しいっす、寂しいっすね、本当音が全然違うんで。さあ0時22分までまあ待ちますけども、いや相変わらずいねえな本当こんなにいないんすよね普通に人。これがね、サッカーの時だったらもっと多いんですけどね。ちなみにあれです、関西鉄道バスチャンネルっていう名前でやってますけども、2020年最初の一発目のちゃんとした動画はバリバリ関西から外れております。2020年アンディスチャンネルよろしくお願いします。最初の動画、見てください。